こんばんは。あっち。こんばんは。やっほー。チーカーマンパンピン。久々ですね、皆さん。こんばんは。こんばんは。マジ久々だわ。やば。1ヶ月ぐらいやってなかったかもしんない。歯磨き講座とは、歯磨き講座とは、特に別に歯磨きにめちゃめちゃ詳しいわけでもないし、歯磨き粉特別なやつ使ってるわけじゃないんですけど、まあ普段やってる僕の磨き方をみんなに共有しようかなと思って、今日は元気だった、元気でしたよ、元気だったよ。もちろん毎日笑顔で頑張ってます。さっきご飯食べたばっか、だから磨こうね。だから一緒に磨きましょう、歯を。歯磨きした人はもう一回本当にやるんだね。もちろんやりますよ。スミスマネペインティングキーでするか、歯磨き。あ、そう、短髪にしてから初院来だけど、もうかなり伸びちゃったね。もっと短かったんだけどね。うん、色も落ちちゃったし、だいぶ。明日ビデオ茶楽しみだね。明日はバトルキングの、いやー、バトルキング皆さん本当に楽しみにしててほしいですね。うん、本当にね、マジで結構内容が濃いです。うん、どこまで言っていいのか分かんないんですけど、あんま言わないでおこう。うん、はい、本当にもう元気監督をはじめ、もうたくさんの方々が温かすぎて。うん、撮影どうです？いや、順調ですよ。順調というか、めちゃめちゃ気合入ってます、皆さん。そうね、エキストラで来てくれた子もいると思うんですけど、はい、本当にみんなに協力してもらいましたね。口が滑りそうです、本当に。役も言ってないしね。エキストラで来た方はまだ解禁されるまでは内緒でお願いします。ね、なんでも短髪ね、めっちゃ楽なんだよね。そう、結構伸びた。だから夏短髪にしようかなと思って。いっぱいさ、最近和演の影響で演技レッスン通い始めました。えぐ、マジすげえ。そんなに僕たちのことを見てしようと思ったんだ、嬉しいね。短髪いい、どっちがいいのかな。なんか男子、なんだろう、女性目線だとどうなの。短髪の方がやっぱいいのかな。短髪がいい、前髪ありはしないの。前髪ありもいいんだけど、前髪あるとね、お前みたいになる。どうなんだろう、短髪の方が子供っぽい、大人っぽい、どっち？だかせんちた。どうですか？大人っぽいですか？
でこれで、ね、黒髪だったら多分違うんだよね、多分色が入ってるから短髪って俺はまだいけるかなっていう。分け目の癖ついてきた。分け目はセンター分けよりちょっとこっち側にしてるんだよね。そう、こんぐらい高校生みたいになる。高校生みたいになるってことは普段はまだ二十歳高校生以上に見えてるってことか。赤ちゃんみたい少年っぽい。あ、少年っぽい。もうそれ嬉しい。もう褒めの言葉ですね。やばい歯磨きする。歯磨きしてくる。いや、一緒にしよう。ちょっと待機。よし、歯磨きしますよ。大したもの使ってないんですけど、ね、歯磨き講座。まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、ラジオとかでも言ってるし、いろんなとこで言ってるんですけど、あの何6分磨きっていうのを僕やってるんですよ。もうそれもういつかの中学生後半ぐらいから、あの歯医者さんにあのおすすめしてもらってやってる磨き方なんですけど、そう、あ、やったことあったっけ、インライで。やったっけ6分磨き。歯磨きしたっけ。前もやってた。マジか。まあいっか、やります。はい。俺は歯ブラシは 何かな、固めすぎず柔らかすぎず。柔らかいとちょっとあれかなっていう。まあ6ぐらい固めで4が柔らかいぐらい。じゃあちょっと磨きます。このインスタライブ大丈夫。前は6分以上やってた。6分って言ってるんですけど、結局なんか10分とか磨いて、磨きすぎも良くないんだよね。いや、みんなも一緒に磨いてもらって、今日は。そう。一回、全体に馴染ますの。この、歯磨き粉。裏も。重いな。下も。で、全体に馴染んだら、前歯の、8.6 ブロックあるんですよ。だから6分磨きって言ってるんですけど、1ブロックに1分。息、前は、奥は、で、上で3ブロックある。で、下も、1、2、3、で、3ブロックある。だから、1ブロックに1分かける。いきますよ。まず、この下の歯からこう、こうや。持っていると。タイム、大きい。よーい、スタート開始。はい、下ね、下ゆっくり。で、あんまり強くグーってやんない。こう、何洗顔と一緒、泡で洗うみたいな。 OK。 軽く
歯が一回一本一本ね、綺麗に。受かっているからかや、受かっているとこは、うん、ちょっとな、難しいわや。あ、いくんだ、すげえ、右の奥は。一回奥、ここは奥か、ここか、うん、ね、こうこれね、前の方ね、次、はい、奥、裏、深い深い、一個一個感じて、こんなくらいでしたことないだっけ、呼吸のハモリーで、お、お、上、左の奥は、ここに合わすか、おお、いいよ、はいはい、うわうわ、くらい、おお、はい、すごい、すごい、うまっ、わーわー
もう会うの早いなの。うん。あのなんか、僕は絶対これか早くは限界的にも、うんうんうん、うん、これうん、うわ、彼がうか、すっきりすっきりすっきり、オッケー、オッケー、いいんじゃない、オッケー、多分よし。どう、みんな一緒にやった、あの6分磨きはすっきりすっきりした。まあ全体合わせたら約7分ぐらいだね。オッケー。うわ。今見に来れた。うわー惜しいな。6分磨き終わっちゃったよ。綺麗になったね、なりましたね。どう、みんな、みんなは綺麗になりましたか。お酒飲んでました、ごめんなさい。おい、大丈夫、インライやってる間はまだ間に合うよ。6分磨き、これが歯磨き粉じゃないよ、これあれだよ、ロゴがね向けてんだよ、ロゴが。そう、歯磨いてる時に歯磨き粉肩についてるよって言うからめっちゃ気になってこうやってやったけど、めちゃめちゃロゴのもう擦れてただけだった。よし、じゃあちょっとね、質問返しでもしようかな。質問返しをね、久々に。まあなんかちょっと真面目な話でもいいですよ。なんかなんだろう、ちょっと悩みとかさ、まあ、そういう真剣なことも大事だなっていう。こんな歯磨いてちょっとなんか何やってるか分かんないことをねしているよりかは、もっと自分も身になるし、みんなも身になることをねやろうかなと。なのでちょっと何か本当に悩んでることだったりとか教えてほしいというか、何か俺も教えられることがあればね、みんなにも教えたいですから。質問の男に送って、みんな。じゃあ元気監督が大好きな Only One For Me を流します。これもうちょっとリピートでいきますわ、これ。好きなんだ、俺もこれ大好きなんだよね、マジ大好き。よし、 OK、何かな。
うん、これにしよう。今就活中なんですけど、プレッシャー乗り切るときエイクちゃんはどうしてますか。何かな、まあ本当に今同じ状況に多分ね俺も立たされてて、まあなんだろう、まあプレッシャーってやっぱね自分の精神的にも来るものはあるよね。ストレスだったりとか縛られるというかね、それしか考えられないね、今状況だと思うんですけど、何かな、乗り切る方法か。でもやっぱ俺だったらメンバーとか、メンバーもそうだし、まあ、やっぱりその身近な人に頼ることかもね。俺もあんまりね、なんだろう、人に頼ることとかしないからあれなんですけど、本当に身近な人で助けられると思う。それは、まあ就活とどうリンクできるかわかんないですけど、まあライブだったらやっぱりその本番自信を持ってできる力をまずそのつけることですかね。ダンスにしろ歌にしろ、かな、だそんぐらいかな。難しいね就活。話すだけでも少し楽になったりするしね。そうね、口に出すことかな。いろいろと、誰かを頼った方がいい、もちろん一番ね早いと思う、人に頼ることが。友達だったりとか。次、次行けますか。頑張ってほしいね就活、新しい挑戦ですよ。力などない、何かな、おし、だこれしっかりした大人になりたい、しっかりした大人になりたい。まあ人によってしっかりした大人っていうのはね違ってくると思うけど、いいんじゃないですか別にあれのままの自分で。別に何だろう、無理して大人になる必要もないし俺はそんな、なんだろう、俺もしっかりしてないからね。まあ礼儀はやっぱり大事だね、しっかりする、しっかりした大人になるためには礼儀がしっかりしてればしっかりした大人に近づけるんじゃないかなって思ってますよ僕は。それができた上でのなんかちょっと抜けた部分であったり、そういうなんかなんだろうな、抜けてるところもがないとね、むしろなんか人間らしくないというか、だから自分らしくていいんじゃないですか。ちゃんと挨拶ができたりとか何かに感謝ができていれば、全然いいと思うけどね。マシュマロは大事だと思う本当に。
うん、まあまあ気使うとかそれもあるし、今日ふざけなし、まあまあちょっとなんかそういうのもいいかなっていう、真剣な、うん、あんまりしてなかったし、大人になるって何ってところもあるよね、確かにね。いやそれはでもあれだよ、自然に解決してくれると思うよ。これが大人なんだっていう瞬間が多分やってくると思います。もう多分俺もまだ出会ってないと思う。うん、うん、本当挨拶大事。おはようございます、お疲れ様でした、ありがとうございます、ありがとうございました、いただきます、ごちそうさまでした、こんばんは、こんにちは、うん、ありがとうだったよ。なでもありがとうっていうのはなかなか言えないよね、本当にね、難しいと思う。ありがとうが一番難しい気がする。俺ありがとうごめんなさい難しい。うん、難しいけどやっぱり言わないとねっていうのはあるよね。次自分を大事に、まずはそのことは気にしない。これか、自分に自信がなくて自信をつけるにはどうすればいいですか。難しいな。でもやるのみじゃない。自信がなくて自信をつけるにはか、でも自信がないってことはまだ自信がつくほどまだできてないっていう自分の甘えがまだ多分その出ちゃってて自信につながってないのかなっていうふうには思ってるかも。俺もね、自信がないまま、まあこう出ちゃうこともたまにあるから、たまにというかまあそう、自分の得意分野にもよるよね。うん、トークだったりとか歌だったりとかダンスだったりとかいろいろいっぱいあるけど、うん、自信がつくぐらいやっぱやるしかないよねって思っちゃう。うん、で自信がなくてそのなんだろうな、俺は例えばステージに立っちゃったとしたらでもその場合やりきるしかないからね。うん、今いっぱい言ってくれてるね、みんな。数こなす、自分を好きになる、根拠のない自信を持ってもいい、うん、まずやってみる、うん、自分は自分、経験ね、そうだね、みんなが言ってることが正しいし別にダメな意見はないですけど、新しいすることは怖いよね、新しいことに挑戦するのは怖い。うん、まあでも楽しむことじゃない、一番は。自分が今やってることに真剣に向き合って、楽しむことが多分一番いいと思います。うん、自分が楽しんでれば多分ついてくるし、周りも失敗してもね、また別に失敗がいけないわけでもないし、うん、失敗した方がまた頑張ろうって思うし、まあ人によるよ、失敗してもあ、まあこれでいいやって思ったらそれまでだし、でも失敗して
何か感じたなら、それはまた一つの成長だし、うん。だから自信がなくなった時は、僕らを見てください。僕らがみんなを自信につなぎます。で、俺らがもし自信なくした時は、みんなのことを見て、自信をつけます。上、めっちゃいい関係じゃん。うん、いいよ。ステップアップ、ステップアップ。次やっぱ読んでこう。すぐに自己なんて読むこれ、自己落ちて病んでしまうんですけど、どうしたら自己肯定感がありますか。エイクはどうやって立ち直ってますか。自己嫌悪、違う、なんだっけ、なんて読んだっけ。やばい、まさかの漢字で、漢字で、あ、自己嫌悪、そう、自己嫌悪感じで突っかかる。まさかのこれも、失敗です。でも失敗してまた一つの学びましたポジティブすぎるだろ俺。はい、自己嫌悪、なんだろう、自分のことを嫌いになっちゃうとかってことか。何かがあってだよね。わかん、ちょっとごめんね、日本語があれ。自己嫌悪分かったで、自己嫌悪分かったって。ちょっとラグがあるのか、ラグがあるね。ああ、もう自分もうダメだみたいな。あ、まあまあ大体合ってるよね、自分なんて。ああ、なるほどね、難しいな。俺もたまにあるけどね、やっぱその失敗した時、その瞬間はやっぱか、いや俺なんてなーっていう、あるね、あるけど、難しいな、なんだろうな。でもその場はいいと思う、別にその場で何、その場でなんかちょっとポジティブすぎても、まあでもなんだろう、自分なんてって思ってるってことは何かどこかで考えてることだと思うから、俺は自分なんて何だと思うけど、何々、なんとか、なんとかすれば大丈夫みたいな。点々が多分あるんだと思うよね。なんか、わかんない。あのセルフと一緒で。台本とかにもありますけど。だから台本でもし、僕なんて、点々点って書いてあったら、点々点には何か思ってる気持ちがあるし。そう。けどが大事、けどが大事だわ、一番けどが大事。例えば、まあプロ歌手を目指してました。であるオーディションで、まあ、落ちてしまいましたっていう、まあそういうなんか映画とかドラマとかあったとして、僕なんて点々点っていうのがあったら、僕なんて何も向いてないし、別に自分が楽しければいいや、けどここで止まってはいられない、まあ家族にも恩返しもしたいとか、友達に見せてやりたいとか、うん、亡くなったおじいちゃんおばあちゃんにとか、いろいろね出てきますけど、
でも大事じゃないですか。難しいね、ちょっとこうやって考えると。でもそれを何か、まあ改善できなくてもできても考えることが大事かなとは思いました、思いますけどね。大丈夫ですよ。全然大丈夫。俺はいけるって思ってれば大丈夫。俺はできちゃうんだよねっていう、昔からできちゃう人なんですよねっていう風にね思ってけば気持ちは楽じゃないですか。わかんないけどね、俺はどっちかというとそういうタイプだから大丈夫だみたいな。まあたまに引きずっちゃう時もあるけど、お、これだ。意志弱くて決めたことを最後までできないことが多いんですけど、エイキちゃんはどうやってモチベ保ってますか。確かに。決めたこと最後までできない。まあそれはあれじゃないかな、諦めてしまうってことかな、途中で。読めたね読めたねじゃないのよ。まあ心配されるのは分かりますけど、感じてじゃあ意志弱くて、うわむずいなこれも。まあね、最後までやりきることってだいぶ難しいことだと思うけど、何かな、モチベか。でも俺は何か、まあ、最近だったら本当にもうこうやり遂げたら何かが待ってるっていうのを作って、例えば何でもいい、美味しいご飯が食べれるとか、行きたかった場所に行けるとか、ご褒美を自分に買うとか、それを何か作ったらね頑張れる。だから俺はもうご褒美に何か買うっていう、そう、その先に楽しみがあるようにする。まさにそれで、本当に終わったら、うわあれが待ってるからとりあえずやんない、頑張らないとっていう、頑張ってやんないとっていう。で頑張れば頑張ったほどそのご褒美がより強い幸せに感じますからいいと思うよ、何かご褒美自分にするのは。お仕事ね大変だと思うけど、頑張れば頑張っただけ感じる幸せは強くなりますから、頑張るだけだよ。あとはまあ途中で諦めてもね、時にはいいと思うよ。全然諦めることも大事だけど、諦め方を間違えたらいけないかもしれない。頑張ったから何か買ってねなんでやねん同じやろ、俺も頑張ったよ。なら、ハヤトに、ご褒美で何か買ってもらいたいと思います。あざっす。次の質問、タカオ何が欲しいん、ほらおねだりよくするからね。何かな、何かな、
部活で先輩の卒部のためにスライドショーを作るんですけど、おすすめの曲ありますか？車ってお前免許持ってないやろ。まずな、免許持ってからな、行ってこいやな。あ、毎年の目標なんだから、免許取るって毎年言ってるよ。毎年もう聞き飽きたよ、聞き飽きた。はい、おすすめの曲か。ワニマさんの曲とかかな。ともにとか、ともにだっけな、ともにか、ともにとか。でワニマさんは俺元気出るかな。その俺もあの高校の卒業式の時にあのワニマさんの、曲でスライドショーを作って、あの先生にこうなんか渡したっていうのがあるし、あのオンリーワンフォーミーとかもありやね。全然ありありやん、いっぱいあるよ。ワエンでも何かな、あとウィジャストンケアとかさ、スターライトとかさ、いいですよ。ワエンの曲ではないのか、ワエンの曲もいいですよ。パッと出てこなかっただけです。いや俺たちの曲使ってまあ言いたいけど、言ったらなんかさ、ずうずうしいなみたいな思われそうじゃん。そんなことないか。はい、次ワニマさんもおすすめです。僕はよしみー、何かな、何がいいかな。あれ、直哉も見てる。本当だ、直央くんいる。どういうこと。ああそういうことか。はい、自分があって羨ましいって言われるけど、本当は自信なんか何もないし、いつも人の目が怖いです。ああなるほどね。自分があって羨ましいか。でも本当は自分では思ってないけどっていう感じだよね。何かな、これ難しいね。まあそう見えてるってことは、まあ、そう見えちゃってるってのもありますけど、いいんじゃない、人には見えてていいんじゃないかな、別に。全然見えててもいいけど、まあその見えてる、見えてれば見えてるほど期待は上がってっちゃうしってのもあるしね。自信がありそうに見える人も内面は違うんだね。そりゃそうだよ、やっぱ見た目でさ、やっぱ、まあ、判断しがちだけどね。うわ自信がありそうみたいな、そんぐらいに感じる時もあるけど、本当はね、なんだろう、自信が ないんだろうね、そういう人ほど。いつも人の目が怖いです。なんだろうそれは。人の目は気になるよね。難しいね、みんなも解決してくれてるけど。思ったより見られてないのよって母に言われましたね。俺は人目気になっちゃうんだよね、意外と。そうね、なんか恥ずかしいよね。だから一人まるまるもできないし、そこは一緒かもしんない。そう、周りからどう思われてるとかめっちゃ気にしちゃう、めっちゃ気にしちゃうよね。
ねえ、俺もそれはね悩みねえ、ね、意外と見られてないんだよね。うん、でも気になっちゃう、しょうがないよ、すれば。うん、別にいいんじゃないかな。気にしてる、気にしてるってことはいいんじゃない。でも人のことを見てるってことだし、人間観察力が高い。うん、周りを見れてる。まあまあまあ、性格上別な時もあるけど、俺も見ちゃう人のこと。でも楽しい。最近ね、意外とね生きてるんだよね。うん、友達に相談したら、お前のことなんて誰も見てねえよって言われました。なんか気が楽になった。うんね、だから想像力もあるんじゃない。うん、だって気にしてない、気にしてないって、あんまりそう周りから何見られても気にしてないっていう人が、別に観察力ないとか何も考えてないとかっていうことは一切ないですけど、でも気にしてるってことは、その人が何を思ってるのかっていう、感じてるってことだから、まあ、いいこともあるし悪いこともあるけど、だから そっか、逆にそういうなんか脳の働きをしちゃうから、こんなんだろう、自分が見てるから別に見られてるみたいな感覚になるのかもしれない。うん、で相手から見てるわけじゃないんだけど、こっちから見てるから相手が見るみたいな感じじゃないの、わかんない。だから気にしてる同士がこうなんか通り過ぎたらさ、多分そういうことにもめちゃめちゃ面白い状況になるよね。別に見てはいないんだけど見る、で向こう見てないけどなんか見られるみたいな絶対それだよね。うん、面白い、それはあると思う。普通にだからもう何か気にしてるんだったら、もうイヤホンして、もうこうなんだろう、その曲の世界観にハマりながらこうやって歩いてたら全然気にしないのかもしれない、うん、想像力豊かすぎて生きづらいむずいよね、本当に。人間って面白いな、本当に。考えれば考えるほど面白いわ。人によって全然性格も違うし。イヤホンをつけて歩く、行動する、 OK。 うーん、何かな、ラストの質問にして、ちょっとキラリも行きたいから、そう、ちょっと歌いたいけどね、ちょっとめちゃめちゃ下の方ちょっと行くわ。下の方を探って、下の探って、何にしようかな。ターンしか勝たん、ターンしか勝たん、どうしよう、これいこう。人見知りを克服する方法を教えてください。克服する方法、俺もめちゃめちゃ人見知りだし、まあ今もちょっとね、あの人見知りもあるけど、でね、昔に比べたらだいぶねなくなった気がする、俺は。うん、まあ最初はね、もちろんやっぱ距離感ってのは生まれちゃうけど、でもやっぱその何、本当に数時間ちょっと一緒にいたら全然慣れちゃうね。うん、
最近はやっぱいろんな人と関わってるってのもあるし、話す機会も増えたってなことも あったから、うん、人見知り克服するなんてもうたくさん喋るしかないなって思った、いろんな人と。うんうん、それ以外ないと思う。何かあると思うけど、うん、喋んないと人見知りなんて克服できない、全然。だから YouTube ね、ワインチャンネルとかでも話す、ね、企画だったりとかも増えたし、まあ、もちろん今回の撮影、バトルキングの撮影とかでもやっぱり本当たくさんの大人の方に囲まれてやったので話す機会も増えたし、うちにうちにってなってたらもうそれは無理だ、うん、たくさん外に出ることかもね。なおくんが質問送ってる、どうやって見るのそれ、どうやって見るのそれ。たくさんね生きてるからさ、たくさん来てるからさ、わかんないよね。なんて来てる。ね、たくさん外に出て出ること。うん。話しかけるタイミングが難しい、迷惑かなとか思っちゃうね。それ思っちゃうかも。でも意外とね大丈夫よ。普通に一番上にある。ほんとだ。最近 A 君がかっこよすぎて困ってます、どうしたらいいですか。まあそのままね、まあ恋しちゃっていいんじゃない。どうせまたなんかからかいなんだから、からかってんだよ結局よ。おい、アーカイブ残して、残すよもちろん。ちょっとじゃあ日当たりをしてね、いやみんなのね元気を与えるために、大丈夫ああ、もうてかもう最近気温がさ最高すぎてさやばいよね本当に、気持ちいい。今日ねちょっとあれなのよ、外散歩したのよ。そう、明日雨？マジか。まあまあいいか。よし。じゃあみんながまた明日も頑張れるように。何を歌おう？変わらないまま。じゃあ。日当たりで歌います。ワン、ツー、スリー。 Daylight 沈む日を背にして、向かえばいいだろう。
方が分かんない、いつもらえば。俺は褒めちょっとどうやってやったか忘れちゃった。本当はライブのキーがあれがわかんない、コードが。ホールニューワールド、アホニューワじゃあキラリに投稿したんですけど、今日の玉置浩二さんの幸せのランプ、じゃあここにいる人限定で歌います。ね、キラリってあげたんですよ今日、玉置浩二さんの幸せのランプね。だからちょっと気になった人はまあキラリ来てもらって、まあ今ね歌いますけど、歌ってくれるのはもちろん、その代わりキラリの特典じゃないんですか、もちろんそうだけど、やっぱりたくさんねキラリにも来てほしいですし、もちろんまたこれからもねたくさん投稿していくので、これを機に、はい、もちろんワンフレーズだけ、そうだね、全部歌っちゃうとあれだから、ワンフレーズって言っても一番ね、そっかそっか、いや幸せのランプじゃなくてまた別の曲歌おう、玉置浩二さんの、そうして幸せのランプは切られて聞いてもらって、じらすじらしていく、めちゃめちゃ多分今消えるっていう思った人多分めっちゃいたんだろうな。何かな、じゃあどうしようかな、何にしようかな、
うん、メロディー、メロディー意外と歌ったことない、キラ、あのインスタライブとかでは。ね、Kさんの番組で歌ったやつだね。元気監督だ。こんばんは、あ、こんばんは。いやあ、監督や。監督さんおる。お、さっきちょっとオンリーワンファミ歌ったんですよ。うわあ。じゃあオンリーワンファミを軽くあのもう一回歌いますや。でもあそこのねコードがちょっとわかんないんだよね。ちょっとだけ練習。少しずつ遠くなる影を引っ掛けて、今どこに向かえばいいと思う、誰も出てくれない君と、ここわかんないよ。難しいね、ちょっと軽くじゃあ飛んでもらいましたかね、これで。みんなで歌いたいな、 Only One For Me。 お、拍手、ありがとうございます。じゃあメロディーをちょっと歌って、今日はまあキラリやりますけど、うん、どうしようかな。よし、歌います。玉置浩二さんのメロディーね。レッツゴー。あんなにも好きだった君が
し寂しくて、あの頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら僕たちは幸せを見つめてたよ。ありがとうございます。なかなかこんな夜中にこんな大声出すことはないけどもう張ろうと思って、うん、いいね、深夜のメロディーめっちゃ染みますね。いや、これでみんなもね、また明日頑張ってくれるんじゃないかなって思ってます。うん、ね、そう、キラリで上がってるので、その玉木浩二さんの幸せのランプ、幸せにのために生まれてきたんだから、好きな人と一緒にいなさい。聞きに来てくださいね。お、ストリート出身のサトリはやっぱすげえありがとうございます。いや、本当に元気監督には本当にね、本当にいろいろと力をもらいました。ありがとうございます。マジで頑張ります、これからも。とりあえず今日はこの辺で終わって、キラリの方で歌います、ちょっとだけ。ではまた、おやすみみんな、バイバイ。元気監督もありがとうございました。または近々お願いします。バイバイ。